はい、どうも。全力で YouTuber、広島カープ、ソフトバンク、乃木坂46番です。本日5月9日金曜日ですね。本日はですね、乃木坂46の真夏の全国ツアー2023の、当落発表をお伝えします。皆さんの方は、結果はどうだったんでしょうか。まずですね、まずは、僕からですね、まず、その前、申し込んだチケットの結果をお伝えしたいと思います。まずは、僕からですね、この辺りは楽天チケットをご利用いただきありがとうございます。先日お申し込みいただいた人の抽選申し込みを関して、厳正な抽選の結果、チケットをご用意することができませんでした。ということで、はい、というわけで、僕は広島公演、応募したんですけど、結果は前回と同じ一時のですね、選考をつけても同じく落選となってしまいました。はい、というわけで今回もちょっとね、昨年と同じと厳しい表情となっています。はい、なんでしょうね、まあ今回ですね、まあどの地方もね、まあ外れた方もいらっしゃると思いますけどもね、まあ僕もね、もうどうしても行きたくて、もう、ちょっともう、待ち遠しくて、もう、今日は結果どうなのかもね、ちょっともう気になって、それ見ただけでもう、ちょっと、外れてしまって、もう、悔しくて今、ちょっとね、悔しいんですけども、まあ、次のね、まあ、一般、先着もね、まだまだね、チャンスがあるんで、それもね、もう一度ね、チャレンジすれば、次にまたね、今年の夏がね、まだやってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけなんですが、今回ですね、まあ、全国ツアーとしてもね、もう、多分、なかなか、ね、自分が、僕が住んでいたところと、まあ、その広島公園とはね、全く違う感じなんだと思いますけどね。まあね、まあ、暖かくはね、まあ、夏は来たと思うんですけどね、まだね、まだね、当たってない方もね、また次にね、また一般先着でね、ちょっとチャレンジすれば、多分、大丈夫だなと思います。まあね、僕もね、僕もまだ諦めていません。まあね、なんでしょうね。まだ諦めないっていうのはね、もう自分の力だということで、次のね、一般に向けてね、僕も全力で頑張ります。皆さんもね、まあね、チケットが当たってない方もね、まあ、次も頑張ってほしいなと思います。またね、皆さんのね、結果のこともね、こちらのね、コメント欄にくれたら嬉しいなと思います。はい、というわけで、またね、一般発売とか、先着のこともね、また次回ね、またお伝えしたいと思いますので、それもどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日の、乃木坂46真夏の全国ツアー2020の当落発表について、終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日もお疲れ様です。皆様、皆さん。